今日はキンプリの永瀬廉についてジャーニーさんが話すみたい。私は札幌に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。やっぱりキンプリは平野以外問題児ね。どうかしたの？札幌でのコンサートが中止になったじゃない。なんかボヤが起きたんだよね。そうなの。平本は分かったの？今回のボヤは永瀬に原因があるみたいなの。タバコの火の消し忘れとか？信じられないことに永瀬が楽屋で魚介メインのバーベキューをやっちゃったのよ。バカとしか言いようがないよね。新鮮な海の幸を目の前にして焼かずにはいられなかったのよ。それを楽屋でやるあたりが非常識だよね。でも感心したわ。尖った部分があるんだって。その尖った部分はいらないよね。今後は違うことに役立ててほしいわね。ボヤでコンサートが中止って前代未聞だよ。ハマグリを焼いている時に公園パンフに引火したみたいだよ。その他に燃えたところはあるの？あと騎士のカツラも燃えたんじゃなかったっけ。騎士がズラなのはバラしちゃいけないよ。